サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日は抜けるような青空の下で行われるデーゲームをお楽しみください。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのは明治安田生命 J1 リーグの一戦、横浜 F マリノスがサンフレッチェ広島を迎え撃ちます。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。こちらがホームチームの先発メンバーです。攻撃的な4-5-1ですね。中盤で数的有利が作りやすくなります。アウェーチームのスターティングイレブンです。ご覧ください。同じく攻撃的な 4-5-1 ですね。サンフレッチェは数多くの代表選手を育成しています。全員チームに残せていればと思うことはありますが、大変な貢献ですよね。戦力を維持できている点も素晴らしいと思います。いよいよ試合が始まります。横浜 F マリノスボールのキックオフです。マルコス・ジュニオー、ここでボールを失います。叩いて渡すこともできます。このスルーパスは通りません。マルコス・ジュニオー、パスが通りません。川辺駿、青山敏郎。サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。青山敏郎、このボールは決定的。クリアでしのぎます。危ない場面でした。パスをつないできましたが、ここで奪われました。勝ち越しゴールなるか。コーナーキックになりました。コーナーキックを蹴った。予感はありましたが、この攻撃は不発。青山敏郎、佐々木翔、青山敏郎。川辺駿、青山敏郎、佐々木翔、青山、ドーグラス・ビエイラ、
川辺駿夫、相手に渡ります。いいボールが出ました。ボールを前に運んでいます。これは入らない。決まると思いましたが運がなかったですね。ディフェンダーのインターセプト。素晴らしい視野です。ボールを狙う。流し込めば決まる距離でしたが強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入ったと思います。クリアしたようなものですね。相手に奪われます。ボールはサイドの選手へ。味方をうまく使います。横浜 F マリノスのうまいパス回し、チャンスを伺います。ディフェンスボールを奪います。カウンターのチャンス、仕留められるか。カウンターのチャンスを生かしたい。ドーグラス・ビエイラ。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。福西さん、前半が終わってハーフタイムに入りますが、だいぶ静かな試合になってますね。そうなんですよね。どちらのチームもなんですが慎重になりすぎてますよね。いよいよ試合が始まります。横浜 F マリノスボールのキックオフです。ボールを狙う。流し込めば決まる距離でしたが強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入った。後半はサンフレッチェ広島のキックオフで始まります。ディフェンスを翻弄しています。ここでやるのがすごいですね。川辺駿夫、また通ります。ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲーム、青山敏弘、素早くボールを返した。柏、ここは2人で回します。何を狙うのか。あっとこぼれた。マルコス・ジュニオ、パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか。このパスはカットされました。自在にパスを通していますね。柏、さあ味方も連動して動いてくる。川辺駿夫、素晴らしいボールです。惜しいシーンでしたがラインを割ってゴールキックになります。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。
天野純、マルコス・ジュニオー。このパスはカットされました。ドーグラス・ビエイラ、前に運んでいます。青山、ここから狙うのか。サンフレッチェ広島、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。マルコス・ジュニオ、天野純、パスをカットされました。青山敏弘、佐々木翔、あまり時間のない中、勝ち越しのチャンス。ゴール前までは行くのですが、そこでボールが止まってしまいます。マルコス・ジュニオ、何かしてきそうですが、さあどうだ。カウンターアタックに入るか。カウンターのチャンスが続く。青山、ボールが跳ね返った。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。飛び出しが早かったんでしょうか。タイミングがほんの少し合いませんでした。サブの選手がピッチに向かいます。強く蹴りすぎたか。直接キーパーに渡りました。ここでタイムアップ。後半が終了してスコアはドローです。いよいよ試合が始まります。横浜 F マリノスボールのキックオフです。ゴールを狙う。流し込めば決まる距離でしたが、強く蹴って外しました。そもそもコントロールすれば入って